はい、それでは続きからやっていきましょう。サブロンというね、町に向かいたいと思います。地図上で右の方にマークが出てますね。その前にサブクエストのマークも出ているので、まあ、そこも寄りつつね、進んでいきたいと思います。パーティーチャットも出てるよね。パーティーチャット、喋る魔物とは、喋る魔物とは、これはまた驚いた。人懐っこいというか、人と話すのに積極的な魔物でしたね。友達を探すと言っていたな。人間の友達、どんな方なのでしょうね。魔物と付き合うくらいだ。きっと変わり者に違いない。だがいいやつなんだろうな。フォストが危険を犯してでも探そうとしているくらいだ。そうね、会えるといいんだけど。一人で旅して大丈夫なのかしら。あの調子ならなんとかなりそうだけどな。そうあってほしいものです。何、心配は無用。旅は少し驚くくらいがちょうどいい。案外他の旅人も喋るままと出会ったことを自慢話にしているかもしれんぞ。そうだな、何が起こるか楽しみなくらいが旅は面白いってもんだ。でも喋る魔物に出会うなんてことはさすがに二度とないだろうかな。ないない、そんなことあるわけないわよ絶対。フラグ、喋る魔物に合いそうだよねこれ。フラグっぽいよね。夜はちょっと敵が多いし凶暴化してるから。あ、いた、サハギンってあれか、これかな。え、この辺の魔物を倒せばいいのかな。せいせい、ん、当たらないんだけど。当たった、後期到来ってやつだな。この辺のサハギンが漁師からナイフを奪ったっぽいんで、まあ殴り続けていけばいいかな。こいつ見たことないな。パンナコッタ、パンナコッタなんてこった。あ、てかサハギンも戦ったことないか、よく考えたら。行くか、調べる。電気に弱いんだねやっぱりね。ほら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 、弱いねやっぱり。逃げるだけのことあるわ。あ、両者のナイフ手に入れた、一発。どうやらこのナイフで間違いないようだな。無事に見つかってよかった。こうして見る分には静かな海に見えるのだが、時間が経って波が収まっただけさ。俺が巻き込まれた嵐はそりゃひどいもんだった。クリスタルの影響は計り知れんな。どうした師匠。風が強い、今夜は嵐になるかもしれません。珍しいな、あんたがそんな表情を見せるとは。ちょっと昔のことを思い出しましてね。昔のこと？そうですね、もう50年ほど前になりますか。そうか、50年も。は？ 50？ 師匠、あんた一体何歳なんだ？女性に年齢を聞くのは感心しませんよ。え？あ、いや、その、すまん。そんな頭を下げられても困りますよ。まあですが、あなたのそういうところは大変好ましいです。まだまだ未熟ですが、その素直さがあればいつか立派な学者になれるでしょう。そうですね、あなたが一人前になった時に教えてあげますよ、昔の話を。なるほど、我が輩はまだ半人前か。厳しいものだな。それなりに成長をしたつもりなのだが。おやおや、半人前とは自己評価が高いですね、エルヴィス。この前の試験の点数を忘れたのですか。あれでは半人前以下です。あなたが学ぶべきことはたくさんあります。一人前と呼べるのはいつになるか。ただ覚えておきなさい、
最悪は嵐と共に来るということを。最悪は嵐と共にか。このナイフを早く届けてやろう。これでうまい酒にありつける。ほどほどにな。もちろんだ。ほら、町に帰るぞ。エルビスの階層入りましたね。お師匠様のエマっていう方がね、出てきましたね。見た目が本当に20代とか30代とか、かなり若作りというかすごかったですね。あと意味深なことを言ってました。最悪は嵐と共にやってくるね。あ、ナイフゲットしましたよ。お師匠のナイフ、ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。泣くなよ、泣くなよ。そこまで喜んでもらえると、取り戻してきた甲斐があったというものだ。ああ、まったくだ。そういえば、師匠のナイフと言っていたが、これは、お師匠が王様から直々に賜ったという由緒あるものなんだ。あんたのお師匠さん、立派な漁師だったんだな。お師匠の若い頃は、漁師といえば荒くれ者ばかりで、よく周りに迷惑をかけていたらしい。そんな連中をまとめ上げて、お師匠は真面目に漁に精を出させたんだ。王様はそんなお師匠に感心して、漁師の組合を作って任せようとしたらしい。けどそんなことをされたら自分が漁に出られない、そう言って辞退したんだと。地位や名誉よりただ漁師であることを選んだのだな。大した御仁じゃないか。あんたもそう思うか。王様もそう言ってこのナイフをくださったんだ。お師匠は死ぬまで漁師であり続けたよ。このナイフは大事な形見でお守りだったんだ。死ぬまでか。よし、約束通りいくらでもおごってやる。今日はとことん飲むぞ。おう、そうかなくては。ほどほどにするって話はどうした。おいおい、そいつは野暮ってもんだぞ。こういうのは遠慮せずに受けるのが礼儀だ。そういうものか。なら俺も少しもらおうか。おい、ヤマト、お前もか。そうかなくちゃ。おい、この店で一番上等な酒を持ってきてくれ。さあ、友よ、存分に酒の味を語り合おうじゃないか。クエストクリアです。なんかアイテムくれるだけで経験値とかもらえるわけではないんですね。あ、パーティーチャット、お、また吹き出し出てるぞこれ。おじいちゃんたらまた風の音を聞きに行ったのね。え、おじいちゃんを探すんだって。ちょっと変わった人なの。風の音が大好きで出かけてるんだけど、ご飯の時間だって。めっちゃ平和なクエストなんだけど。パーティーチャットも見てみましょうか。次の街に全然行けないんだけど。広がる災厄。海が荒れたせいでいろいろ問題が起こっているようだな。ああ、船乗りにとっちゃ深刻だよ。海の水位が上がったせいで目印にしていた岩礁も沈んでるだろうし、潮の流れも激しくなっている。船を出すのも大変だ。海ばかりではなく各地で被害がもたらされているはず。これ以上の災厄の広がりを食い止めなければなりません。最悪か。俺が流れ着いたのもそのせいだろうな。俺はグローリアに助けられてなんとか命を取り留めたが、あのナイフをなくした漁師のように困っている人たちは多いはずだ。最悪で困っている人がいたらなるべく助けてあげたい。そうね、私たちにできることがあれば手伝ってあげましょう。
うむ、たとえ小さなことであったとしても何もせんよりはマシのはず。その気持ちを大切にしていこうではないか。お、困ってる人助けましょう。せい。え、おじいちゃんあそこにいるの？え、だから宿屋にもクエストできてんだけど。あ、これか、おじいちゃん。あ、これか。なんじゃ、飯の時間だから帰ってこいって。断る。わしはここで風の音を聞くのがサントの飯より好きなんじゃ。孫にはそのうち帰ると伝えてくれ。あ、わかりました。めちゃめちゃ簡単なクエストだったんだけど。孫、おじいちゃん怒ってたぞ。そうやって年がいもなく意地になるんですよ。悪いけどもう一度今日のおかずはハルシオニア牛のステーキだって伝えてきて。おいおい、最初から教えてくれよ。ステーキだって、おじいちゃん。何、今日のおかずはハルシオニア牛のステーキじゃと。わしはサンドの飯よりハルシオニア牛のステーキが大好きなんじゃ。ステーキもサンドの飯のうちの一つなんだけどな。うほー、それなら風のごとく急いで帰るわい。孫にミディアムレアで頼むと伝えてくれい。また自分で伝えろよ。これもう最悪関係ないよね、このクエスト。おじいちゃん、風のごとく急いで帰るわいって言ってたでしょ。なんで読んでるんだよ。読んでるなら最初から教えてくれよ。あ、さーて、おじいちゃんがますます元気になるようなステーキを焼かないと。ミディアムレアでね。もう伝わってるね、勝手に。これいる、これ。これ仲介役する必要あった俺。ないよね、もう。さてさて、なんか宿屋にもクエストがあったようなんで、ちょっと見ていきましょうか。ちょっとサバロンに行きたいんだけど。どれだ？あ、これか。あれあれあれ、アデル。ずいぶんと盛り上がってるな。宿屋のおかみさんからこの国の料理を教えてもらってたの。ハルシオニアは美食の国として有名でね、いろいろと面白い話が聞けたわ。へえ。で、どんな料理があるんだ？山菜と貝のスープ、イカとエビの山菜昆布締め、ギンニギスと芋のレモンバター海蒸し焼き。ギンニギス？食べられるのか？知ってるの？ああ、たまに網にかかる珍しい魚だ。ただ、こう見た目があんな。しかし、嘘だろ。あれを食べるのか？見た目は不気味だけど、味は淡白でね。レモンの酸味とバターのコクに合うのさ。これにホクホクの芋が合わさった時の美味しさったらもう。なんかうまそうだね。すごく美味しそう。まあ確かにうまそうだが、ギンニギスなんだろう。そんなに悩むほどなの？そこまで言われると逆に食べたくなってくるわね。よし、決めたわ。おかみさん、それお願い。ごめんね、うちの名物料理だから食べてほしいんだけどね。ちょうどバターを切らしていて作れないのよ。最近オオカミが街道に出るせいで仕入れに行けなくてね。なんでも小山のようなオオカミで牧場一つを食い尽くしたとか。マジか、モンスターオオカミ。じゃあそのオオカミさえ退治すればギンニギスを食べられるのね。ううそりゃあもう。私に任せて、オオカミぐらいわけないわ。そこまでしてあれを食いたいのかよ。みんなは助かる、私はギンニギスを食べられる。みんな幸せでしょ。何も問題ないじゃない。思った以上に食い意地が張ってるんだな。まさか故郷以外でそんなことを言われるなんて。で、そのオオカミが出るのはどのあたりなんだ？北の街道だよ。人助けにもなるしな。アデルの胃袋のために片付けに行くか。そうかい、最後が特に重要だね。もうならとっとと行くわよ。おい、あれあれ。じゃあちょっと行ってくる。アデルは食いしん坊だっていうことが分かりましたね。フェンリルを討伐する、討伐クエストですね。初めてかも。
こういうクエスト結構ワクワクしますね。こちらかな。お、あそこ宝箱あるわ。宝箱取りましょうか。見つけたからにはゲット。お金ですね。ラッキー。これか。ちょっと一応セーブしとくか。セーブ。めっちゃ強いかもしれないから、これ Y で殴っていいのかな。 Y、 あ、イベントか。いや、これやばくない？見た目なんか水色なんだけど。これも名物料理を食べるため、覚悟なさい。いつになく張り切って。やる気が半端ないね。遠吠え怖っ。え、体どうなってんの、あれ。なんかスライムみたいになってる体が。油断するな。これは調べるした方がいいかな、まずは。うん、どうしよっかな。ちょっとデフォルトで OK。 で、調べましょう。フェンリル3000丸、水に弱い。おお、じいさんがいるから余裕で勝てるんじゃない、これ。構えておいてよかったな。さて、何が弱点なんだ。弓と水か。水はないんだよな。次に備える。ガードガード。じいさんが強すぎる。おら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 、私の番です。食べる食べる。私の番。肉食いやがった。回復した。じいさん、じいさんにやってもらおう。これじいさんにやってもらおう。なんか技使える。あ、間違えた。シールドバッシュ、牙折りしよう。牙折りで攻撃力下げれるんだ。ほら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 、うわうわ、強い強い強い。カウンターがやばい、カウンターがやばい、かやばい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 。すぐ片付ける。こいつを使うか。やば、ここはこれで。これもうじいさんにやってもらうしかなくない。危ないところじゃ。ありがとうございます。必殺はできる。お、初めて見るのこれ。ヴァンガードの必殺技、チレス爆噴山。めっちゃかっこいいんだけど。500。本気はこれからだ。参ります。もうちょいで死ぬんじゃない。殴っていきましょう。ええ、ちょっと待って、カウンターで死んだ。大丈夫か。大丈夫ちゃうね。強すぎるんだけど。これ倒せるだろう。スローンじいさんのおかげで勝てたわ。強かった。めっちゃ経験値もらえるんだけど。めっちゃ経験値覚える。めっちゃ経験値もらえる。あ、レイズ覚えた。戦闘不能を回復する魔法ですね。美味しいね。これでついにギンニギスか。これで街道も安全ね。そうだな。さて、宿屋のおかみにもう大丈夫だと伝えるとするか。よーし、討伐できたんで宿屋に戻りましょう。おかえり。無事でよかったよかった。オオカミは退治してきた。もう大丈夫だろう。その話だったら行商人から聞いたさ。本当に助かったって感謝してたよ。で、早速バターも手に入ったよ。バター。本当？ああ、ギンニギスと芋のレモンバター風味蒸し焼き、腕によりをかけて作らせてもらうよ。やった、私たちの苦労が報われるわね。そうだな。だが俺もちょっと興味が湧いてきた。どんな料理か楽しみだ。そうそう、何事も素直が一番よ。ああ、そうだ、なんなら作るところも見てくかい。いいの？じゃあせっかくだし見せてもらうわ。本当にいいのか。何か問題あるの？いや、あんまり先に見ない方。見た目がね、やばいらしいんでね、ギンニギス。大丈夫よ、問題ないわ。これでも料理は得意なの。今さら見た目ぐらい大丈夫よ。そうか、俺は止めたから。そんなやばい見た目ある？ギャーってなるの？ギャーって。やっぱり
これはね、ぜひ見た目見たいですね。さあ、クエストクリアということで、楽しいクエストでしたね。オッケー、パーティーチャットせい。料理の腕前。そういえば、アデルはどんな料理が得意なんだ？よくぞ聞いてくれたわ。なんといっても煮込み料理よ。ああ、ね、手間暇かかるさね、煮込みといえばね。肉はぶつ切りで骨付きのまま、キノコや根菜も切って、あとはしばらく煮込めば出来上がり。それ、誰が作っても同じなんじゃ。あら、意外に難しいのよ。材料にも相性あるから厳選しないといけないし。あとは隠し味に蜂蜜使ったりね。蜂蜜？本当にうまいのか？言ったわね。腕によりをかけて驚かせてやるから。今度ぜひその煮込み料理をご馳走になりましょう。任せておいて。あの気味の悪い魚じゃなければ平気だし。ギンニギスの料理の時はすごい叫び声を上げたな。それもう忘れなさい。ああ、努力するよ。とはいえ、なかなか頭から離れないよな。なんかクエストめっちゃ増えてない？え？なんだ？肝試しの忘れ物、北の廃屋に行ったんだけど、本を忘れてきちゃった。もういい、いいけど。受注だけしとくか。これは町の外に出たい。大事な用があるのにゴブリンたちがうろついてるせいで町から出られない。討伐、まあ、お金もらえるしねこれね。あとはそんなもんですか。先に進ませてくれるね、気がないね。このゲーム寄り道要素がめちゃめちゃあって、めちゃくちゃ楽しいですね。寄り道大好き。ここか、これか、これ討伐すればいいのかな。先制攻撃、まあ、殴りまくればいいか。やっ、これをありがとう、ありがとう。やっやっ、めっちゃ出てくるね。ミューンザの旅薬。クロマホで燃やしちゃいますか。燃えろ、ファイヤー、ファイヤー、さよなり。あ、連戦ボーナスみたいなの入るんだ、連戦すると。討伐スター、これ完了か。ちょっと報告しましょうか。さあ、ゴブリン討伐を女の子、女性の方にですね、報告しましょう。討伐してきたよ。ありがとう、だって。あれ、用ってなんだっけ？ゴブリンにムカつきすぎて忘れちゃったわ。マジか。まあでも、完了は完了と。オッケー。他は、ないね。あとは、北の廃屋に本を、忘れ物の本を取りに行くってやつかな。さあ、またまたやってまいりました。北の廃屋、どこに本を落としたんだろう。あ、結構入り口にあるじゃん、入り口にあるじゃん。これかな。幽霊図鑑を手に入れた。よし、これで男の子に返してあげましょう。さあ、やってまいりました。廃屋からね、忘れ物の本を持ってきたんで男の子に返してあげましょう。坊主、持ってきたぞ。あれ、喋りかけれない、喋りかけられないんだけど。ここか。本を取ってきてくれてありがとう。幽霊図鑑、ギャー、ここはいい。完了。オッケー。これでもあらかた、クエストはやり尽くしたね。ついに、ついにですね、サブロンに向かうときが来ました。いやー、サブロンに行こうって言ってから、もう1時間近くやってるかな。まあ、動画だとね、いろいろカットしてるんで。まあ、サブクエはカットしないんですけど、うん。うろうろしてたりするのはカットしてるんでね。そうなんですけど、実際は1時間ぐらいやってます。じゃあ、向かいましょうか。
夜ですね。まあ歩いていけばすぐかな。まあ常時ダッシュしてるんですぐです。こっちかな、この橋を渡ればですね。あーあーあああ敵見えなかった。行きましょう。まあ雑魚キャラをサクッと倒しましょうか。まあゴブリンとオオカミであればすぐだと思います。ほらほらほらどうするの、ほら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 ナイス。うわ、ただ殴るだけだもんな。こっちかな、もう少しで見えてくるはず。ここかな、入ります。連戦を狙ってみよう。モンスターとバトルに突入するとき、近くに他のモンスターがいると巻き込んで連戦が発生します。やったことありますね。ジョブポイントにボーナスが加算されます。オッケー、連戦ね、塊を狙っていくのが基地ということでしょうか。なんかこんなダンジョンみたいなのあるんだ。すぐ街に着くのかと思ってた。ブレイブアタック、うわー強そう。これ多分ねサンダーに弱いと思うんだけど、こういうのって飛んでるやつって一応見てみよっか。やっぱりサンダーに弱いですね。おーやめて、死の宣告。さて、行くわよ。一応調べとこう。こっちもアーリマン、あサンダーじゃないねこれね。400もあるの、死の宣告だからやばいんだけど。あと4体内にやらないと死んでしまうわ。よし、やるか。これサンダー連打で400とかあるもんな。イカズチよ、イカズチ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 よ。オッケー、いや魔法使い強すぎだろ。一応この辺の雑魚も倒せるぐらいのレベルはあるっぽいね。お、あれはなんだっけ、セーブポイント、違う、セーブポイントじゃない、騙されたんだけど。もうセーブポイントじゃない、敵じゃんこれ。後ろ取られた、しかもやばい、しかもやばい。何このセーブポイントに擬態したこの四角いやつは。グラビでミス、オッケー。調べましょうか。アクアエレメント、水か、電気に弱い、オッケー。痛い、あんまり食らわない。もうサンダー連打でいきましょう。サンダー、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 全然死なない。どうするか、殴りまくるしかないよこれ。キョ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 、グラビでミス、殴りまくります。あ、杖ウィークなんだ、オッケー。やっぱ連戦だよね、だと思ったよ。あ、連戦だとこれ BP 引き継いちゃうのか、マイナスのまま。やべえ、やっちまった。なんと、いて、私の番ね、はい、行くわよ。やばいこれ、積極的に殴るしかないけど全然効かないね、全然効かないね。ナイス、スローンじいさん頼む。ソニックウィンの強そう、強そう。やめて、やめて、じいさん殴ってくれ。ナイス、ナイス、じいさん、レベルアップ。ちょっと気をつけよう、セーブポイントじゃないっていうことが分かったんで。ここ宝箱ありそう。せい、微妙にリーチがね短いな、剣のね、シュッてやるんだけど。ナイス、私の番ね。調べよっかこいつ、アスプ杖に弱い。とりあえずサンダーで全体攻撃して、とどろけ、魔力がみなぎる、排除させてもらおう。 MP がなくなりそうだね。順調順調、うーん、やだやだ、杖で殴るか。あ、だいぶ食らうね、杖攻撃。
オッケー。行くか。なんと。え、何今の。ダークデスノバってやばくない？あ、これで終わりかな。オッケー。めちゃめちゃ上がるねレベルが。フェリックスノムゲット。なんかグローリアがなんか覚えましたね。アビリティかな。装備した方がいい気がする。これなんだろう。あ、これいいね。これか。太陽の魔力。昼間だけパラメーターが上がる。オッケー。損はないんで装備しておきましょう。宝箱やはりあった。せいっ。先手必勝です。で、まあ殴っていきますか。ほら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 。三打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 。我が手に集え。行かずしよう。三打。MP が上がってきちゃった。やばいね。それでは。せい。オッケー。みんな怪我はない。よし。レベルアップ。さあ宝箱をゲットと。エーテルミニ。え、こっち進むべき道もしかして。ちょっと一回引き返して行ってなかった方の道行きましょうか。よいしょと。ちょっと MP がないからあんまり戦いたくないんだよもはや。ごめんね。こっちはなんだ。こっちは行き止まり。またセーブポイントに擬態したやついる。行き止まりだね。いや魔物。お手並み拝見といくか。お手並み拝見といくか。なんと強い強い。どうするの。まあ、殴るしかないねこれね。私の番です。はい。やオッケー。倒せるか。オッケー。あとじいさんが殴れば終わり。じいさん殴ってくれよ。じいさん殴れ。あー、まあ回復は回復で嬉しいけど、ガードしてるからな。いて。じいさん、じいさん殴ってくれ。殴ったら終わりなんだよ。やばい。ナイス。こんなものかしら。じいさん頼みが甚だしいんだけど。くくりを手に入れた。早い早い早い。セーブポイントめっちゃ早いんだけど。さあそろそろ出口にならんか。出れんか出れんか。あ、もう抜けれそうじゃない。ああ、なんかそんな感じするけど。でも宝箱あと3個あるな。表示的に右下見てください。これすっぴんのアビリティでわかるんですけど、残宝箱の数が。あ、見えるね遠くに。奥に見えるね。あ、これセーブポイントでしょ。一応セーブしときますか。なんか強そうです。いる左奥に。絶対強いだろあれ。これ何、これワープポイント、これ。あー、なるほどね。ボス出てくんのかな。あいつを避けつつ。あ、いなくなった、いなくなったよ。テント。え、なんかいたよねさっきね。あ、いた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 。ちょっと挑んでみる。絶対強いよねあれね。いなくな、消えるんだけどこいつ。いた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 。せい。やばかったら逃げる。隙だらけよ。とりあえず調べて。ああ、やばそう。イフリートじゃんこいつ。イフリートだろこれ。ヘカトンケイル2700か。
フォルトで貯めて、あ、いけそうだね。黒魔法でいく。あ、ファイラー覚えてる、いつまにか。これ使うか。これでいいだろう。ほらファイラー、めっちゃ食らう。めっちゃ強いファイラー。ファイラーやば、おやばファイラー。わあワンパンで死んだんだけど、強いけど脆いね。じいさんが殴ってくれればいけると思うんだけど。いけ、あとちょっと。ああ、だから弱いものばっか狙うんじゃねえよ。フェニックスの方がなくなる。私の番です。あと13か。 OK、 倒せた。決まったね。やばそうです、倒したぞ。普通の雑魚キャラなのこれ、扱いは。なんもねえのかよ。まあ次行きましょうか。これボス出てきたらやべえな。こちらですかね。またあの強そうなやついる。やっぱ雑魚キャラだなあれ。ただ宝箱守ってる臭いね。せい。さあもうお前は倒したことあるから何も怖くはない。いや仲間引き連れすぎでしょ。行くか。デフォルトナイス。どうする。これはサンダー連打がいいかな。とりあえずあの取り巻きを倒す。こいつが弱点、魔力が見える。ほら、ほら、私の番です。デフォルト守りを固めます。で、あのでかいのはじいさんにやってもらう。千里眼って何、千里眼って何。今は耐えます。オッケー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 。あー、また死んだ。狙うんじゃねえよマジで。あ、そっか、レイズ使えるの。すればグローリアがレイズ使おう。生き返ろう。ナイス。作戦勝ちなんだけど。ラメラアーマーだって。え、なんかドロップしたよ。お任せ。あ、これいいんじゃない、これ強いんじゃない。結構強くなったんじゃないこれ。さっきのやつから、あ、物理防御結構上がってるわこれ。ラッキー。レアドロップかな。投げナイフ、大したもんじゃねえな。あと1個宝箱あるはずなんですけど。お、セーブポイントかな。グローリア様、少々寄り道をさせてはもらえぬでしょうか。寄り道、そういえばこの近くでしたか。もちろん私は構いません。こんな山の中に何かあるのか。この道を登った先にわしの妻の墓があるのだ。近くまで来たのだからせめて顔ぐらいは見せていこうと思ってな。よろしいですか。せっかくだ、俺たちも挨拶していこう。かたじけない。こんなやべえところに墓作んなよ。一応セーブしとこっか。よいしょ。これスロット9個すぐなくなっちゃうねこれね。パーティーチャット来てますね。二人旅の思い出。ミューズを離れてからあなたには本当に苦労をかけました。そのようなことお気に召さるな。そのためのお供なのですから。ですが確かにいろいろありましたな。宿屋の貴重で女をかかれそうになった時はさすがに焦りましたぞ。あれは宿屋に泊まるのにまさか記名が必要だとは思わず、ついドジっ子ですね。それを言うならスローンの方こそ。祖父と孫娘を偽ろうと決めたのに私に敬語を使って怪しまれたではないですか。その件は何度も謝ったではありませぬか。縁起とはいえあまりに恐れ多く。あの頃はただ必死でしたが、思い返せばどこか楽しくもありました。
私一人では決してそうは思えなかったでしょう。そうですな、今となっては良い思い出です。正直このいないわしが祖父と呼ばれるのはなかなか煮えがたい経験でした。これからもそう呼びましょうか、おじい様。それはどうか、ご勘弁を。本当におじいちゃんと孫娘みたいだもんね。さあこっちは何だろう。宝箱が欲しいんだけど、こっちちゃう？宝箱。あ、ここがお墓か。なかなか会いに来てやれずすまないな。また旅に出ることになった。しばらく来られないが許してくれ。お待たせした。早くね。眺めのいい場所だな。亡くなったらここに埋葬してくれと妻に頼まれたのだ。体が丈夫でなく、あまり出歩くこともできなかったからだろう。せめて綺麗な景色の中で眠りたいと。旅に出てばかりで構ってやれんかったから、亡くなった後ぐらいはせめて願いを叶えんとな。さて、わしの用事は終わり申した。サバロンへと向かうとしましょう。さあ寄り道の、スローンの奥さんのねお墓参りを終えてサバロンへ向かいます。もうすぐかな。よいしょっと、こちらですかね。二手に分かれている。ここは？あ、出ちゃった。あの先へ進めばもうすぐサバロンですぞ。お待ちいただこうか。なんだ？マジ？オルテン殿、なぜ大臣あなたがここに？風のクリスタルを渡していただけませんかな、グローリア王女。まさか。ええ、そのまさかですよ。それをホログラードに渡せばこの国は私のものとなるのです。軍国ホログラード。そうか、あの国が黒幕であったか。ではあの二人の傭兵も。私が雇いました。あそこまで物を物だとは思いませんでしたが、おかげで私自らが直接取りに来たというわけです。まったく忌々しい。それはアスタリスク最小殿。まさか。何に変身するんだ。アルシオイヌ文句。この国を支配するのはこの私。武闘家ですね。さあ風のクリスタルを渡していただきましょう。倒せば文句に転職できるようになるかな。ジョブチェンジね。文句は強いからね。ぜひ転職したいものですね。やりますか。めちゃくちゃ悪そうな顔してんだけど、大丈夫？怒らせたこと後悔しますよ。強そう。痛い。カウンターとジャマー、厄介な敵を行うカウンターとジャマー、これには注意が必要。物理攻撃を与えると反撃のような、その敵を攻撃した時の反撃をカウンター。アイテムを使用すると反撃のような、それ以外の反撃をジャマー。発動には確率がありますが、表示されたら警戒しましょう。絶対カウンター持ってんじゃんこれ。とりあえず調べましょうか。8000、もう9000近く HP ありますね。土の攻撃に弱いのかな。グローリア KR で回復したいね。治療します。助けて。ケイナイス。さてデフォルト、デフォルトガードで参ります。マジ？プロテスした方がいいよね。魔法の加護もう一働きしてるとな。さあデフォルト、
ヤマトデフォルト、オッケー、ナイスナイスナイス。デフォルト守りの一手だ。プロテストした方がいいね、やっぱり自分にしよう。プロテストで防御力を上げていきます。デフォルト、うーん、剣に弱いからちょっと殴っていこうか。2発ぐらい、せいせい。全然食らわない。あ、デフォルトしてんのか相手。デフォルト、いいねいいね。何？あっ、あっ、あっ、ちょっと待って、強すぎんだろちょっと。あ、ミス、ラッキーラッキーラッキー。デフォルト、ナイス回復薬。これやばいよね。治療します。スローンじいさんに攻撃してもらうしかないんだけど。ナイス、よし、なんか技使うか。シールドバッシュ、牙折り、あ、これ使おう、これ使おう。牙折り、牙折り、牙折り、牙折り。これで攻撃力めっちゃ下がってんじゃない。なんだ、その程度ですか。たわいもない。今ならまだ見逃して差し上げましょう。風のクリスタルを渡すのです。そうすればこの国はめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。どうするか。まだ2000、まあ3000近くか、食らわしたのは。ポイズンとか食らう。ポイズン、これ地味に攻撃していくのが一番いいんじゃないかな。デフォルト、痛い。プロテス、ゲイ。さて、400とか食らうんだけど、毒やばない、ちょっと。ヤマトか、デフォルト、いいね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 。デフォルト、魔法使っとく。これファイラー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 、これが来たんだ。ほら400、あ、いいねいいねいいね。 MP が足りない、 MP が足りない。まずいですぞ、この私が。ビビり始めたぞ。負ける、この私が負ける。いや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 、そんなことがあったならない。ハルシオニアを支配するのはこの私、この私なのだ。こんなところで倒れるわけにはいかん、いかんのだ。一気に畳みかけますか。うわ、私の番です。ケアル、癒しかない。ナイス、傷が癒えていく。シールドバッシュしよう。ほら、ケイ、デフォルト殴っていく。あと1600か、これいけそうだね。デフォルト、デフォルト、毒ダメが入るから倒した、オッケー。最後スローンかよ。オッケーオッケー。ケアルラも覚えたしね、いいね。ボス戦見事勝利ですね。初見突破、難易度ハードモード。お、アスタリスクゲットで新しいジョブですね。文句、いいね。勝負あったな、最小殿。いや、オルテン。バカな、アスタリスクは無敵ではないのか。無敵の力などがあるとでも大思いか。使う者の力量によって弱くも強くもなる。それがアスタリスク。来るな、来るんじゃない。私が悪かった、風のクリスタルもいらん。だから見逃してくれ、頼む。無様な姿だな、オルテン。なんか出てきた。どうやら無能者はお前の方だったようだな。おざます。あ、いや、軍王陛下、なぜこんなところに。
そして余計なことまでよく喋る。無能者どころか愚か者だったか。うわ、切られた。な、強そう。さあ、風のクリスタルをこちらに渡して。絶対強いじゃんこいつ。魔王みたいに出てきた。断ると言ったらどうしますか。差し伸べた手を跳ねのけるか。渡せと言ったのは我の慈悲だぞ。後悔するなよ。マジ連戦？マキイベかこれ。マキイベっぽいな。絶対勝てないじゃん。だって普通に考えたら、いや勝てんだろ。鎧がやばいもんだって。我の前にひれ伏すが。剣もやばいんだけど。はい、いや、てか何もできない。何もできない。ガード、ガード。ガード。もうガードするしかないこれは。何？何これ強くない？ガードしても一発で死ぬんだけど。大丈夫か？回復するぞ。どうしたらいいのこれ。調べる。9万とかあるけど。ちょっと待って。なんとかしないと。これ9万あるけど。化け物じゃねえかこれ。これ多分死ぬんだな、これ普通に。死にましょう。まだね、そうだね。強っ。もう少しは楽しめるかと思ったが、この程度か。え？では風のクリスタルはいただいていく。クローリアを話せ。ああ、話してやろう。しっかり受け止めろよ。何？あ、さて目的はこれで果たしたが、我の慈悲を拒んだ罪は重い。この場で死ぬがよい。え、スローンか、もしかしてスローン。ここはわしが食い止める。グローリア様を連れて逃げるのだ。スローンは、こやつを倒した後わしもすぐ追いかけまする。これファイナルファンタジー5のガラフを思い出しますね。スローン、ほう、これは楽しませてくれそうだ。やば。我を倒すと大見えを切っただけのことはある。まだまだ若い者には負けぬ。スローン強っ。絶対死亡フラグだろこれ。大丈夫か。さすがは光の戦士の一人と言いたいところだ。もう息が上がっているぞ。やはり老いには勝てぬか。その称号もはやわしのものではない。そしてこの勝負わしの勝ちよ。何？自爆技？スロー！スロー！さて、逃した獲物を追うには戯れが過ぎたか。
ぶっ壊したってこと、道を。報告です。ハルシオニアの軍が動いたと。そうか、今さらどうにもなる前にな。グローリア王女らはいかがしますか。捨ておけ。風のクリスタルは我が手中にある。すでに目的は果たした。あとは余興に過ぎぬ。国へ戻るぞ。はっ。要となる風のクリスタルは手に入れた。さて次は。スローンを埋葬できたのはそれからしばらく経ってのことでした。やっぱり死んじゃったんだ、スローン。スローン殿、あの世で師匠と酒でも酌み交わしていると良いのだが。そんなの聖者の干渉よ。でもそうだといいわね。ああ。スローンさん、あなたの意志は俺が絶対に。さあ参りましょう。めっちゃ鳥肌立つんだけど、かっこいいね。スローンと別れた。はい、というわけでスローンの壮絶な死を迎えました。今回はキリがいいのでこの辺にしておきたいと思います。また次回もご覧ください。